あの西洋医学の方とですね、私が、私は東洋医学でも西洋医学でもないんですけれども、背骨を見てきて感じた日頃やってることがそのまま一致するなんていうのは非常に嬉しいですね。アパ先生はね、無理をするな、整体はまたね、これいいことがあるんです。無理をした体を治せる、その無理がどこに来てるかすぐ分かる。やはりこれが整体の強みですね。例えばがんのことでも、がんというのは胸椎の8番というところ、これ一番ストレスというか交感神経に、同調する骨なんですね。胸椎8番という椎骨はね、そこががんの急所なんですけれども、がんの方は 100% そこが硬直して悪くなってます。ただ、がんになっても乳がんになる人と子宮がんになる人はどこが違うの？分からんでしょ、それ普通の誰も分からんと。一番動きの悪いところはさっきおっしゃってます。一番疲れやすいと、そうかも分かりません。一番動きの悪いところにそういう、ものができるというのはごく当然なことですね。こんなピカピカした、異常も何もない、そういうところにその悪いもできるはずがないです。だからその、大元のその8番というのが、例えば、大蔵省だったらですね、あと部分部分はその各種の各銀行です、ね、これ水戸銀行があったり、この辺にあの桜銀行があったりするわけですよ。やはり乳がんになる人を見たらですね、 100% 言えるのは全部肩こり症だから、あ、この人胸のどっち側にできるなというのはもう3秒で分かる。そっちが硬いんですが、やはり動きの悪い方、肺がんなんかも同じですね。子宮がんとか大腸がんどうして起こるか、それは足冷やしてたからです。そういう、ことが強いと確率が非常に上がりますね。やっぱりね、偶然じゃなくて自然なんです。まあ、そういうことがすぐに私たちは、見て取れてですね、そしてちゃんと対応できていくところがありがたいじゃないですか。我々の二宮整体なんですよ。ただ、そのがんになる老いたちとかいろんな病気のこともおっしゃってまして、全く、最後の方にもおっしゃってましたけど、いろんな症状ですね、咳をする、冷たい風を受けると咳をされました。なぜ咳をするか、肺を広げようとして咳するんです。よかったねって、私の肺は正常だった、咳止めを飲んだらダメなんですよ。肺、痰がここに絡んできたら痰を出さないとどうするんですか。よくやったと言うんで、それで咳をして痰を出すんですから、結構な話ですよ。そういうこともお話になります。全くああいうやっぱり西洋医学の方がですね、そういう、症状はいいんだというだから生命が存続してきたんだという、何万年もですよかけて、私たちの体というのは皆さんの先祖何万年前にいるわけですから、そして過酷な環境の中でですね、人間生きてきたんですよ。その結果が皆さん一人一人なんですよ。それはそういう咳をしたり鼻水を出したりお腹が痛んだり、そういうことがあって初めて体を守ってるんです。だからそれは悪いことではないとおっしゃってました。あ、私は日頃言ってる通りですから、そういうことがなかったらもうとっくに死に絶えてます。だからそういうことを安易にですね、はい、痛みがあるから痛みを、痛み止めです、熱が出たら解熱剤です、はい、下痢をしたら下痢止めです、これじゃあね、やはり、せっかく体が良くなろうとしてる働きを抑えるみたいなもんじゃないですか。ことごとく私も感心をして、ああなるほど、全く日頃私がお話をして、そしてやってることと全く同じことだなと思って、全く違う世界の方がですね同じことをおっしゃるんですから、これは嬉しいですね。